藤幸男は、株式会社、ドンク社長、会長。1921年4月7日、藤井パンの2代目、社長、藤井明蔵の長男として、兵庫県神戸市に生まれた。25歳だった1947年には、父親から事業を継承し、店舗を三宮町、龍筋に移転させた。1949年には、帝国ホテルの元生活主任だった。 井上松蔵を成果部門の職長に昇平。1951年には株式会社ドンクを設立して、藤井パンから称号を改め、ドンクの社長に就任した。称号については、義系が発案したドンキホーテが元となっている。同年には、三宮センター街のトワロード角に、現在の三宮本店を開店させている。1954年には、 フランス国立製粉学校のレーモン・カルベル教授が日本を訪れ、日本に本場のバゲット、クロワッサン、ブリオッシュの製造技術がもたらされた。1965年の東京国際見本市では、ドンクがフランスパンの製造担当、この際にはフランス人パン職人のフィリップ・ビゴを講師として招聘した。日本市後にはビゴがドンクに入社し、 日本初となる本格的なフランスパンの製造を開始した。1966年に東京、青山に青山店を開店させると細長い紙袋を抱えて歩くことがファッションの一つとなるほどのフランスパンのブームを作った。1970年の大阪万国博覧会でもフランスパンの製造を手掛けバゲットの存在を日本に定着させた。 ビゴ以外にも多くのフランス人、パン、菓子職人を日本に招聘しており、日本のフランスパン、洋菓子製造技術の発展に貢献している。1969年には、日仏商事株式会社を設立して、代表取締役に就任。ヨーロッパの食材や、製菓、製パン機器の輸入を手掛ける商社である。1997年には、ドンクの会長となった。2002年には、 日仏商事株式会社の代表取締役を退任。2004年にはドンクの名誉会長となった。2008年3月8日、86歳で死去した。出典、藤幸男について、一般財団法人、藤幸男記念、教育振興会出典、藤幸男について、一般財団法人、藤幸男記念、教育振興会。ありがとうございます。